ミッドサマー見た？うん、見たよ。どう？あれね、一言で言うならこうなるんだろうなって思うことが全部起こる映画。へえ。ヘレディタリーの時も思ったけどさ、あのアリアスターって監督さ、既存のジャンル映画をうまくひねって新しい見せ方にすることに長けてる監督だと思うんだよね。ヘレディタリーもさ、あの手のオカルトをうまく切り口変えて見せてたじゃん。で今回はさ、偏僻な村に迷い込んだ若者が驚くべき鬼祭りを目撃するって、あの驚くべき奇祭を目撃するってなんとかーマンのホラーネタをそこやってんだけど、新しい切り口っていうのがお花みたいな、物足りないわーってなるよね。あれってアート映画じゃないんだよ、ホラーなの。だから奇祭に巻き込まれた若者がジタバタしないと、もっとあがかないと。何ベルトコンベヤーみたいにさ、奇祭の時に持ってかれてるって感じ。本当もう、なんであいつら何でお金も飲んじゃう、バカじゃない。ナイト&デイのキャメロンディアスかよって。でもさ、劇場めちゃめちゃ混んでる。カップルで結構残虐なシーンとかあんだよ。だったらチャリオン行けばいいんだよね。あっちの方が最高のデートムービーだよ。お花映画かよ、なんなのクマ。